どうもこんにちは、元杉と申します。今回は誰も教えてくれない香水の本当の使い方というような題名でやってみたいと思うんですけども、皆さん香水ってよくつけますか？僕は昔はよくつけてたんですけども、最近はちょっと気分的につけてないっていうことがあるんですけども、香水って特に外国の方ってよくつけてると思うんですけども、その日本人って基本的に無臭な人種だと思うんですよ。そんなに匂いが強くない。で、それに対して海外の、まあそれもいろんな方がいるとは思うんですけれども、海外の方は日本人に比べると少しこう、匂いが強い部分はあるので、こう、匂いに対してすごく敏感というか、マナーをエチケットとして守っている方が多いんですよね。で、香水っていうのはその自分の体臭をあくまでも消すものであって、相手に嗅がせたりこう振りまくものでは本来はないんですよ。なので日本人で無臭じゃないですか。無臭の人種がですよ、香水を持った時に無臭だから体臭を消す必要がないんですよ。だから何に使うかって言ったら、どうしてもこう嗅がせようとつけてしまうということが結構多いんですよね。で、本来は消すものだから振りまくものではないんですよ。で、例えば匂いって、まあ、どんだけいい匂いがしたとしても、僕にとってはいい匂いだとしても、あなたにとってはすごく不快に感じる匂いもあると思うんですよね。それはトイレの芳香剤一つとってもですよ。で、僕みたいな男がですよ、こう何千円もするブランドの香水をこう振るじゃないですか。で、それで電車に乗ってて、じゃ仮にあなたの隣に座ったとします。で、僕みたいなのがものすごくいい匂いを発した時に、あなた嬉しいですか？おそらく不快に思うと思うんですよね。こんな誰かも分かんないような赤の他人の男からいい匂いを振りまかれても、そのいい気分にはならないと思うんですよね。で、例えば街中でこうすごく綺麗な女性がこう歩いてきてすれ違った時に、ものすごくきつい香水の匂いがするっていうよりは、どちらかといったらこうシャンプーの自然な匂いがファッてしたりとか、あとはこうイケメン男子みたいに呼ばれる方とかだと、香水の匂いよりはこう柔軟剤とか洗剤の、まあ、自然ないい香りがしたりするんですよね。なので匂いっていうのは、まあ、どちらかといったらやっぱりそういう自然な感じのものが一番好印象だと思うんですよ。で、試しに僕、まあ知り合い、まあ、職業柄こう知り合いの女性にもわざとそういう質問したりすることが多いんですけど、じゃあ例えば10人女性がいて、で聞いたんですよ。男性の香水ってどう思いますかって言って、でそしたら10人中2人は、まあ、どっちでもいいと、香水つけようがつけなかろうが。で残りの8人はまあ、つけない方がいいっていうのがまあ結論なんですけども、で、まあ、要するに、まあ、その匂いがするしないで別にあなたのことが好き嫌いっていうことを判断しない。それが臭い匂いだったらあれなんですけど、別にいい匂いがしようがしまいが関係ないっていうのがまあ結論なんですけども、まあでも香水って別にその自分で匂いを楽しむっていう意味合いでつけることでも全然いいことなんで、別にその特にそういった話を気にしなくてもいいとは思うんですけども、もしつけるとしたら本当にこうへその下とか腰とかそういうわからない部分につけてこうほのかに香るぐらいでいいと思うんですよね。で、特に結婚式とか食事に行く時とか、なんか食べ物っていうのは匂いを楽しむっていうのも一つなので、自分からいい匂いをさせて食べ物の匂いを消すっていうのはあんまりこうマナーに違反することなので、もしつけるとしたら本当に少量、自分が楽しむぐらいでつけるのがベストですね。なのでこうつけて振りまくつけ方よりは、あくまでも自分の体臭を消すっていう目的でつけるのが香水なので、その辺を踏まえてつけていただければすごく好印象になると思うので、よかったら覚えておいていただければと思います。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。